止まっちゃってさ、戻れないしさ、早送りもできない。うん、ラグがあるの、聖杯中なの、ネットフリックス今。ひどいもんだよ。つまんねえと思ってさ、なんであそこで止まるかな。うん、でもなんかね、最初の方見たけど、なんか面白くなさそう、地面師たち。うん、つまんないよ多分あれ。うん、面白くねえよ。うん、大したことないでしょ。どこが面白いわかんない、なんか面白いって言ってんだよね、リスナーさんは。うん、いや、機長さんのせいなんですかって、誰が機長さんのせいだよって言ったの、お前話聞いてないの。なんでいきなりそうなるの、バカお前。ネットフィリックスは機長さんが運営してるの、じゃあ機長さんのせいだよ。運営が機長さんなの。ほんで文句言うわ、帰ってきたら。おい機長、ネットフィリックス地面師たち見ようとしたらよ、止まっちゃったじゃねえかよ、文句言っていいの。関係ないだろ機長は。うん、あ、アップデートか。アップデートあるの？テレビでも？止まっちゃったんだよね。うん。303号さん気をつけてね。もう早とちりしすぎな。いくつお前年？性別と年齢書いてください。303号さん。うん。ちょ、データ分析してるからさ。自分の枠に来てくれる人。どんな人がさ、そういうコメントしてんのか。女48。もう典型的な柴田だね。あの、僕のリスナーさんは40代後半の女性が集まってんのねえ。そういうコメントばっかりになるよ、じゃあ。もうしょうがないの、これ。かよ。40代後半の女性たちどれぐらいいます？40代後半ですよって。もしかして多い？嘘だろ。もう柴田に囲われてたの俺って。マジで45。うわー、ババくせー、臭すぎる。マジか。おっぱいもあれでしょ、垂れてる、シュワシュワ、乳首も真っ黒、下着もビッコ、上と下。うん、ドンキホーテの下着つけてる、ビッコで、色違いで。スウェット毛玉ついてるでしょ、 T シャツテロンテロンでしょ。23は若いよ。若い。最年少じゃない多分。男で23歳。もうちょっとさ、若い子いないの、リスナーさん、これ。なんで集まってきちゃうの ?42 歳。ビッコって言うでしょ、え、上と下ビッコって言わない、わかんない、ビッコ。チグハグ。わかんない、チグハグ。言うよね、ビッコ引いてるって。よっさんみたいに歩く人、ビッコ引くって、こうやってビッコだろお前って。知らない、言うでしょ、チグハグ言うでしょ。方言じゃないよ。チンバとも言うね。チンバ、カタチンバ、ビッコタンコ、ビッコタンゴ。禁止用語かもしんない。うん、禁止かもしれん。うん、あのガチレス勢に怒れるかもしれん。地域による。19女は若いね。今一ダメなんだ、チンバは。あ、チンバはダメなのね。ダメらしいよ、禁止用語だって、チンバ。
ビッコタッコ、それ初めて聞いたな、ビッコタッコ。うん、ね、使わない方がいいね、うん、そう、もう大阪帰る、もう気分転換。なんか俺飽きちゃうの、飽きちゃうんだよね。あのね、僕は築き上げたものを壊したくなる性格、なんかあんまりにもうまくいきすぎるとこう壊したくなっちゃうよね。一からやり直したくなっちゃうんだよね。わかる？うん、なんかわかるかな。何なの、病気なのかな。うわ、100個です。あー、まいちゃう。あ、まいちゃう。なんだろうね、刺激を求めちゃうんだよね。なんかわかる？アカウントも消すしね。なんなんだろう、破壊、破滅版願望があるの。破滅、うん、なんかぶっ壊したくなっちゃう、うん、大阪になんか刺激あるかなって。だからリスナーさんもさ、大阪から配信したらほら、なんか新規一点じゃないけどさ、なんか新鮮な気持ちになんない？俺が大阪から配信したら、わかる？なんか刺激を与えたくなっちゃう、わかる？うん。ケイシーさん、寝てんの？変なコメント言ってるよあんた。ケイシーさん大丈夫？どうしたの？寝落ちしてんの？開始23分で寝たの？もしもし、もしもし、ケイシーさん、初コメ、いつものモグリンさんでしょ多分これ。モグリンさん、変なコメント打たないで、起きて。ポケットに入ってんのかな。ケイシーさん、変なコメント打ってるあなた、もしもし。これ俺をフォローしてるか、それでわかるな、モグリンか、いつもの。どこ行った、初コメ。これフォローしてなかったらあれだけどね、僕のことフォローしてる人だったら、あ、フォローしてるわ、モグリンだ、これモグリン、ラジオ感覚で聞いてる人だ、いつもコメント打たない人だ。もしもし、ケイシーさん、おーい、僕のことフォローしてるからね、モグリンでしょこれ。とりあえずセーブ、嵐ではないね。もしもし、出てこないか、恥ずかしくて。寝てんのかな、熟睡しちゃったか。セーフだけど、はあ、寝ぼけてるね本当に。もう夏も終わってね、まあ、涼しくなってさ、夜も気持ちいいのかね、僕の声が。もうめちゃくちゃ涼しいじゃん、もう。何これ、全然暑くないじゃん外、やばくない？めっちゃなんか過ごしやすくない？外ねえ、秋だね、秋だこれ、めっちゃいいよ、陽気が最高だね。秋が一番好きだわ俺、うん。昼間暑い、夜めっちゃ涼しいよ、だいぶ過ごしやすい、めっちゃいいね。エアコンいらないんじゃない、もうこれ窓開けてさ、換気した方がいいね。うん、寂しくならないでしょ。なんで寂しくなるの、大阪行ったら配信するじゃん、うん、大阪暑くないでしょ。そのペアちゃん帰るよ、うん、もういいでしょ、ケント食べたよ。ネタがねえんだよな、ネタが。ネタがあればな、おつじょり。何やったん？あ、深夜ちょっとレコーディング？奈々ちゃん？面白かった？おつじょり。何したの？喧嘩してた？うん。おつじょり、喧嘩別れ？
最後ぶん殴った。奈々ちゃん最後ぶち切れ。嘘。つまんなかった。クソつまらない。最後喧嘩した。深夜切れて奈々ちゃん携帯飛ばした。マジで三脚倒した。もう逮捕でよくね。深夜っちょ。キック藤沢。全然面白くなかった。もう逮捕でよくね。被害届出してもらう。実刑でいいよな、もう。深夜ちょとかもう、いつの人だよ。どうでもいいだろ。いらんよな、深夜ちょとか。クソつまんねえじゃん、あいつ。マジいらんと思うで。ガンやで、あれ。ガン。あ、ガンって言ったらあかん、もう。こけちくんに怒れるわ。あれ、いらんよな。マジいらんねえよ。何がドンキ村だよ、お前。不快でしかねえよな。幼稚だしな、考えが。マジゴミだよ。何が面白かったの？俺も。何が面白い？キッズが面白がってんの？あれ。くだらねえよ。病気なんだろ？なんか、ピーターバン症候群だっけ？俺嫌いだもん、あいつ。しょうもねえもん。もう10年ぐらい入れば。無期でいいよ、無期。無期懲役。なんで奈々ちゃん絡んでんだよ、そんなつまんねえやつと。おい、奈々ちゃん！あんなつまんねえやつと絡んでんじゃねえよ。ちゃんと選んでからコラボしろよ。くだらねえんだよ。何が深夜っちょだよ。びっくりした、マジ。元彼なの？関係ないでしょ。つまんねえやつと絡んだら、藤沢ブランドが、ね、低迷するでしょ。せっかくの藤沢ブランドが。つまんねえやつ絡んでほしくないよね。俺たちの藤沢。マジいらんて。金もらってもいらんて、そんなコラボなんか。ほんまいらんて。マイナスでしかないで。安売りしないでほしいよね。自分の凄さもう一度分かった方がいいよ。そんな人気配信者なんだよ。めちゃくちゃ人気なんだよ。その辺の雑魚の配信者と絡まないでよ。本当にやめてほしいよね。優しすぎるよね。女帝だってもったいなすぎるわ。自分でさ頑張ってきてさ人気になったのに、せっかく。本当にいらんから。マンスリーの来週イキリストとコラボする。ナナちゃんとコラボして得するのってナイスぐらいじゃない。あとリスワン、メガホンとか、そんなのイベントとかに関係する。一日のコラボだけだと意味ないと思うけどな。増えないな、ポイントは。メガホン、メガホンは無理だと思うで。増えないと思うで。だって何百万ポイントって離れてくる。僕がいる限りはね、マンスリーは取れませんよ。だってまだイベント出るもん俺。全部出るもん俺。絶対負けないよ。悪いけど。リア突で金配り。20万。ほらほら。メガホンはね。逆にね、あの、ナナちゃんのコラボって、メリットもあるけど、デメリットもあるよ。あの、ナナちゃんとうまくコラボできないと、アンチしか湧かないからね。帰れとかさ、このコラボしたつまんねえとか、あれってね。やり方間違えるとね。で、2位の人応援するわとかになっちゃうからね。荒れるかね、あそこは。ちょっとナナちゃんに失礼なことするとね。それがうまくないと、ただアンチしかつかないで終わるから。ナナちゃんのこと大好きな人が見てるわけだから、ちょっとでも不快だなと思ったら、すぐ荒れるよ。
やばいね、つまんねえやつとコラボするとつまらんとか帰れとか言われるで。相当面白くないと無理やね、喋れないとね。怖いよね、1万人以上いるからね、いろんな人見てるから。奈々ちゃんゼロワンがずっとコンビが面白い。奈々ちゃんとあのさ153号さんまあまあ早いじゃん番号ね。えせいちゃんとって書いてくるね。そこは なんで奈々ちゃんとゼロワンのコンビが面白いって書くのねえ。ゼロリスさんこれまあまあ早い番号じゃんねえ。俺のリスナーさんじゃないのこれ。なんでゼロワンと奈々ちゃんのコラボ面白いって書くの。応援してよ僕のことちょっとでも。ゼロリスこれ、ゼロリス全力で言ってくれ。せいじゃんあんま絡まん。だって絡まないってことはそういうことよ、恐れ多いってこと。僕らが簡単に絡めるような配信者さんじゃないってこと。もう芸能人のレベルだって。藤沢奈々なんか無理やって、もう金払うレベルやって。コラボするのに一回一回緊張するって無理やから、いじれないよあんな大女優。干されるって扱い間違えたら。やばいよマジで、緊張するよ。藤沢奈々やで、藤沢奈々って知ってる？やばいって。あなたつまんねえやつとさ毎日コラボしてるじゃん、もう本当はイライラするわ。よくやってるよな奈々ちゃんも。バンジーは緊張するって、そんな芸能人レベルやから。マジで次元が違うって、レベッチだって。あとのりちゃんもそうだけど、これこれさんとかもね、もう雲の上の人だよ。俺たちがどうやって努力してもあそこまでいけないよ、無理や。1万人やで、いい雑で。天才やで。ねえプロや、プロ。俺たちアマチュア、プロの方ね、もう師範代よ。無理。のりちゃんはねなんか僕のことね面白いって言ってくれたけど、認めてくれたよねのりちゃんは。ああ副鼻腔炎が、鼻が詰まり出した。この夜になるとなるね、これ。夜になるとさ鼻が詰まり出す、辛いわ。鼻の奥で詰まってる感じするわ。治らんかなこれ、まだ1日目、薬もらって。辛い、喋りづらいよ、なんか集中力がなくなるのよこれ、詰まり出すと。頭痛くない、大丈夫なんだけど、詰まり出すとさ呼吸がしづらくなってさ、なんか違和感があるのよ。耳鼻科行ったよ、薬もらった。塊が出てきたらね楽なんだけど、気になっちゃうのよ、なんか詰まって。シュッシュあるよ、何回もやっていいのかな一日に。これ何回もやっていいの一日に。56回分だって。弱いんだこれ、強いの欲しいね、強いのが。強いの言って耳鼻科の先生、強いの言って。
弱いってこれ。KP ぐらいだって。風船とか。強いの欲しいね。一日一回なの？あ、そうですか。昼間もやっちゃった。そうなん。あ、二回目行くと強くなるの？一回目だから。強いの欲しいわ。強いの。説明されなかった。聞いてなかったかもしんない話を。うん、タンキルの薬が効いてきたら黄色い鼻水ドバッと出てスキーする。あ、それもらった。タンキルの薬、あ、出てくんの黄色い鼻水。あ、じゃあ塊が入ってるんだ今。黄色い鼻水がここに入ってんのね。それを今出そうとしてんの薬で。だから変な感じするんだ、なんか。うん、なんかね、その塊をサラサラにする薬を飲んでる今。うん、蓄膿なのかな、どうなんだろう。抗生物質飲んでる。海、うん、早く出てきてほしいね。コンクール使ってるけどあんまりわかんない違いが。別になんか緑色の液体をぐちぐちペーしてるだけだけど違いがわからん。何がどうなってるか。たまるスペースがあるんでしょ多分ここに。うん、なんかもらったよ薬いろんなの。これ4種類かな全部で。なんだろう、キプレスと、なんだろう、ムコソルルバン、ムコソルバン、ムコソルバン、タンキリ、頭痛くない。あとこれムコダイン、ムコダイン、胃薬。あとこれクラリスロマイシン、クラリスロマイシン、抗生物質。これを朝と夜。抗生物質ね。これ飲んでる今。うん、アレルギーはないと思うよ。うん、抗生物質良くなっても飲みきる全部。なんかそれは聞いたことある。全部飲まないといけない。うん、でお風呂出たら、あの鼻を一回噛んでこれを。点鼻薬をやってくれって言われた、うん、そしたら治っちゃいますからって、なんで帰るんですかって。もうさっきも言ったけどなんか飽きちゃった。なんかさ毎日平凡すぎてさ刺激を求めたくなって飽きちゃった。幸せすぎてさ、その幸せをなんかぶち壊したくなっちゃうんだよね。結婚生活もそうだったんだけどさ、なんかこのまま一生が終わるなんて考えられないなと思って。うん。なんか刺激が欲しくなっちゃって。撮影が分かんない、まだいつだっけ撮影。わかんないんだよな。いつだっけ。浮気するタイプですか。マジで。夏も行ってない一回も。旅とか、そういう旅行の計画とか立てるのが苦手で、誰かがリードしてくれないといけない。
めんどくさがりだから。引っ越しはね、今ね、進んでるよ。申し込みしてるよ、今。一件ね。大阪ついてるわけねえだろ。まだ町田で、着きましたって書いてるよ、したら。大阪帰りますって書いてあるんだろ。タイトル見ろよ、ちゃんと。わかった？大阪ついてたら、大阪着きましたって書いてる。整形するよ。整形というか、なんつうの？アンチエイジングだよね。このクマを取って、ほうれい線もなくして、あとここに注射するぐらいかな。あとはシミ取りぐらいかな。あと脇汗止めたいからボトックス打つかもしれない。町田じゃねえよ、それは。それはまだ発表してません。どこでやるかは。一応東京。メガホンないっす。ありがとうございます。メガホン。いいね、マリアス。日比色さんね。ありがとうございます。よく投げてくれたね。日比色さんね。高かったでしょ、これ。大丈夫？高かったでしょ。大丈夫？無理してない？大丈夫？メガホンは取っといてほしいね。今じゃないよね。この超いいねだっけ？普通のいいね、これ。普通のいいねか。これしか投げれないけど、ありがとうございます。意味がわかんないね。これしか投げれないけど、ありがとうございます。なんかしたっけ、俺、日比色さんに。なんかした、俺。なんで感謝されながら、アイテムをもらわないといけないの。なんで感謝されてんの、俺。なんでお礼されてんの、俺。なんかした？なんで？なんかしたの俺。知らない人。今さ、外歩いてたら、知らない人に、ありがとうございますって言われて、お金もらったのと一緒なんで、意味がわかんない。怖くない？誰ってなるよ。これ、リアルだったら。リアルの世界だったらマジで怖いで、これ。知らない人から、ありがとうございます。どうぞ。0.4 円もらったんだけど、怖いで。警察行くで、マジで。不審者で、あなた。普段来ない人からいきなりお金もらうってありがとうございますって感謝されて。警察行くよ。意味わかんないもん。知らないもんだって、あなたのこと。怖いよ、やめてよ。気軽に投げないで、逆に。気軽に投げようと思った？やめて。知ってる人しかからもらいたくないアイテムは。怖いもん。知らない人からファンタスティックとか。やめてね。怖すぎるわけな、初見でファンタスティックとか。絶対投げないでね。警察行くで。CM で貯めたのと当たったので、狛江は DM からカマチョラインで写メくれて怖かった。え、あなた女の子なの？ CM で貯めて当たったやつ、狛江は DM からカマチョ、それ本当？狛江くんから何営業ライン来たの？暴露？これ色恋してんの？ちょっと詳しく。本当？それエビデンスちょうだい。 LINE のスクショ何？ちょっと DM ちょうだい。それそんな子してんの、あいつ。エビデンスはよちょうだい。嘘だろ、どうせ。私モテますアピールでしょ、それ。絶対嘘くせえな。おつじりは前から来てるけど、遅くない？ちょっと遅いね。どこ行ってたの？浮気？ドンつくらすこい。100コンボ来てる。ちょっと待って。お前が、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 
あ、エムちゃんね。初見？あら、ありがとね。警察言うわ。警察。なんで初見で投げてくれたの？ 100 個も。警察行こう。怖すぎるわ。クールも来てる。クールだから100個でしょ？ 100 個もらったんでしょ？クール。これ初見さんでしょ？怖すぎるわ。なんでくれたの？なんで初見でくれたの？ 100 個って。いくらこれ？返すわ。いくら？クール。クールいくら？いくらしたのこれ？怖いから返すわ。なんで初めての人がくれるのお金、いきなり。3200円も、なんでくれたの？怖いって。なんでくれたの？初めての人でしょ？でもさっきのネタだと思う。さっきの小前くんから DM、LINE、色恋。それ嘘だと思う。小前くんがそんなことするわけないじゃん。かわいそうに思えてきたからくれたの？俺のこと？じゃあ返さなくていいか。できればフォローして、まず僕のこと。いるんだよ、たまに。フォローもしてないのにさ。アイテム投げてくる人。なんとなくです。マジかよ。ありがとうございます。フォローしてないよ俺のこと。なんとなくでくれるの？5000円だってこれ。いいの？フォローしてよ。誰のことフォローしてんの？1の0だけど。フォローして。誰をフォローしてんだろう。なんとなくで5000円くれたんだけど。ってことは3200円、8200円使ってくれてんの？フォローしてよ。フォローして。ほんであのフォローしてる人いるじゃん、俺じゃないやつ。それ外して。その配信者かリスナーかしないか外して。俺だけフォローして。外して。誰をフォローしてるか知らないけど、フォローして俺のこと。早く外しちゃっていいから、そいつ。早くして、見てるから今。早くしろよ。俺がフォローしてやってんだから今よ。キツオさんをフォローしてる？あ、ピーコちゃんです。お前が満喫でしょ。満喫をいらない、いらない、外しちゃって。いらない、ね、ゴミゴミ。女に暴力をあげるやつだよ。暴力振るやつだよ。女にウサギ番長に暴力振って別れたやつだよ。レガさんも相変わらず一個投げしてくるね。言ったのにさ、やめてって言ったやん、レガさん。そう、17個。ダメ、1個投げ。レガさん分かってる？言ったでしょ？前にも。ダメ、ケチ投げは、1個は。ありゃす、200個ね。お前がそうりゃ、ナスコイね。ダメよ、1個投げはね。ケチ投げはね、自分にも、入ってくるものも入ってくんなくなっちゃうから。間違えちゃった。やっぱ豪快にいかないと。投げるんだったら投げる、投げないんだったら投げない。メリハリ大事、投げる人もね。 OK、 中途半端ダメよ。がっつりいかないと。余裕がある人が投げればいいんだからね。レガさん、そう、がっつりいかないと。行くとき行く。投げないなら投げないでいいから。そんなの毎日投げれないでしょ。だって1万とか2万とか無理でしょ。もう投げれるときに塊でちょうだい。ね。無理しなくていいから。一個投げダメって言ってる。俺は優しさを込めて言ってる。だって、一個しか投げれねえだったら、もう貧しいってことじゃん。
じゃあ投げなくていいじゃんって、投げれる人が投げればいいじゃんって、そういう考え僕は言ってる。 OK？ だから変な風に捉えないでね。ああ政治ってやつマジ調子乗ってるね、あって一個投げやめろって言ってるよね、舐めてんのって、そういうバカがいるから言ってるんだけど、貧しい方は投げないで自分に使って、160のアイテムをやっとの思いで投げる人、ちょっと待って、自分に使って500個いく。 OK、 匿名さん僕のことフォローしてください、早くキツオ君を外してください、今すぐ。うん、そう、無理するなって言ってる。そう、パチコメだけでいいよ、投げれない人は。無料アイテムとパチコメだけでも十分な応援だからね、宝だからね。うん、僕はアイテムよりそのパチコメ、普段こうやってコメントしてくれる人の方が大事だからねってのは嘘なんだけど、宝だからコメントしてくれる人も。 OK？ 嘘、一番大事なのはアイテム投げてくれる人。はい、ハッチャラスカイ。嘘。うん、やっぱりアイテムを投げてくれる人が一番大事。そうだよ。うん、正直でしょ。嘘でも嬉しかった。うん、切れ事は言わない俺は。うん、そう、やっぱり太客大事よ、そりゃそうよ。一番アイテムはお金使ってくれる人大事にしないと。そうでしょ、課金してくれる人は大事だよ一番ね。僕よりも大事だよ、一番大事。僕の命と引き換えにしても守りたいよね。うん、特にこのふわち CZ の枠で一番投げてくれるお客様、誰、一番投げてくれる人誰。お月ちゃん一番大事。そう、ツーね、大事にしないと。だから僕言っときます、もう Z リスナーさん、僕お月ちゃんのラジコンです。お月ちゃんが嫌がることはやりません。ええ、お月ちゃんいないとやっていけませんね。潰れちゃう、俺も潰れちゃう、フワッチも潰れちゃう。また来ます、誠司さん、西田さん、お邪魔しました。あー、ランチク、フォローしてよ、フォロー、フォローしてよ。キツオ君のフォロー外して僕をフォローしてよ、オンリーワンになってよ、また来てよね。うん、フォローしてください、もしよかったら。待って、あー、ユマルが1位、これゼロワンか、ゼロワンが投げたんか、これすげーな、12万ポイントいってるよこれ、フワッチフレンズ。許せねえな、ユマルが1位って。やばいな、ユマル調子乗るな、これゼロワンが投げたんだよ、15万ぐらい。うん、ご飯ね、どうしようかな、何しようかな、ご飯食べに行く。何しよう。うん、嫁来た、生態終わった、とんかつ、とんかつ洋州飯店でいい、洋州商店な、洋州商店、あれ洋州商人、商店、洋州商人だったっけ。外食、うん、商人やね、商人やね、洋州商人。あー、スーラータンメン食べる、外食今から作るの大変だしね、混んでるこの時間、マジか、何しよう。うん、食べてから帰るか、じゃあご飯食べてから。何しようかな、皆さん何食べたの今日は、何食べる、もう食べ終わった夜ご飯。
何食べた？この中から探そう。何食べた？焼肉、うなぎ、マック、牛丼、中華、肉じゃが、焼きそば、スープカレー、ささみ、お寿司、肉じゃが、バーベキュー。バーベキューいいな。あ、スペアリブ食いて。スペアリブ。うん。それずっと食いたかった俺。スペアリブ。作れる人いる？ピザ。ケンタッキー食べたもんだ。ビビンバ。カレーうどんと餃子。食べ合わせる。もやし炒め？いいね。野菜食いて。野菜。え、スペアリブ作れるよね。作るんでしょあれ。家で。この中で優勝を決めて。優勝。何が優勝？何？もやし炒め優勝じゃねこれ。もやし炒め。野菜炒め食いて。野菜炒め食いたいんだけど。野菜炒め食いたい。うん。養分がせいちゃんの制服バンバン欲しいって、エアライン、撃墜するって。すっごい正直だね、養分ね。そんなこと言ったの？2のやつか。あ、2の聖杯？すごいストレートだね。ねえ。変化球なしだね。ああ、言ってた？ 2 あと何個あるんだ？何個？ 2 の聖杯何個？これ争奪戦始まってる。争奪戦。あの、後半組があまりにも、こう出なすぎて、聖杯が。2の聖杯寝られてる。欲しがってる。喉から手が出ちゃう。パルちゃんにも投げたっすよ、2は。あと、マリアちゃんが今日10時からだからね。確か。2! あと何個？聖杯。2! あと何個あの2？ 当たんないんでしょ、今。うわ、超あれじゃん。貴重じゃない。2あと何個だろう。今日2の番号何番だっけ ?100?160 だっけ今日。160番だよね。いないな、今。2さっきいたけど。忙しいか。うん。そう、意地悪コメントやめて。養分にあげなくていいよとか。ね？みんな大切エリアだから、俺の。養分も大切エリア。そう。平等に。うん。そうそう。あ、何？機長さん全然出ないんだ、聖杯。養分結構聖杯持ってる人多いらしいよ。そうなん？持ってんの？何個くらいの？養分は。でも聖杯あげてもいいけどさ、玉切れだって意味ないよね。玉切れてるって意味ないよ。お通夜になっちゃうね。うん。4個ある。あ、十分や。もうループできるわ、4個あったら。機長さんもね、何個あるんだろう。あと2個ぐらいか。うん、大切エリアに整形に眉が憧れ。バカにしてんだよ。こうやってバカにしてんの、わかる？バカにしてんだよ。憧れてねえよ。うん。なんで憧れんだよ、お前。眉ごときにゃ憧れるわけねえだろ。舐めてんだよ。どこを憧れればいいんだよ。あの、うん、ねえ。ご飯どうしよう。ご飯。野菜炒め食いたいね。野菜炒め。野菜取ってないじゃん。野菜大事じゃん。野菜。中華。あそこの中華行く。中華屋さん。
うん、定食屋。あ、あれ食いたい。真空空心菜、空心菜と野菜炒め食いたい。野菜をめちゃくちゃ取りたい今。なんか欲してる。空心菜欲しい。中華、うん、美味しいよね。で野菜炒め、あそこ行く？楊州商人あるかな。レバニラね、レバニラ栄養価高い。うん、食べに行くじゃん。楊州商人5個ラスコ。うわ、お前がチーズ神戸からクールいただきました。ありがとうございます。なんてなんて、あ、サリちゃんね、サリちゃん5個。最短が火曜日になりますが、新聞折り込み3300万。マジで自分のペットがいなくなって、何広告入れるのに3300万頼めるの、そういうの折り込みチラシに。すごい、いくらすんのコウメちゃんそれ。折り込みチラシいくら？ 3300 枚。新聞屋さんに頼んだの？何もかかんの？俺も知りたい。それ安かったら俺もチラシ入れたい。セージ、クレジパピオン、フワッチ、イベント。いくら？参考までに知りたい。何もするんす？イベント告知、パチンコ屋みたいに。入れたい。うん。やってもいいでしょ？個人的に。神奈川県 1枚1.5円。3300枚って宣伝広告費いくら？3300枚でいくら？3000円？安くね？そんなもん？ 4650円でいけんの？めちゃくちゃ安くない？じゃあ1万部とかいけるやん。100万枚でも150万、安くね？え、ばらまこうかな、やろうかな。自分で用意するんでしょ、印刷代含めて。ちょっと待って、印刷代も含めて3300枚で16万5000。まあまあするやん、まあまあするやん。16万5000円、誰に言ったらいいんだろうね。誰に言うのそれ、小梅ちゃん。制作費が高い。誰に言ったら作ってくれるのそんなの。業者に頼むの？そういう業者があるの？どういうところに頼めばいいのそういうのって。広告代理店とか新聞屋さんに全部頼むと高くなるね。じゃあなんか安くなる方法があるの？体高いの。やろうかな俺も。ふわっち、イベント始まりますって、来てくださいって。意味あるよね絶対ね。見ないかな、メモ帳にされちゃうかな。主婦の方なんか見たくなるような一コマをつけなきゃダメだよね。写真をつけてさ、楽しいですよみたいな。自分で印刷して持ち込むと安い。あ、自分で印刷するのね最初にね。それを下ろすのね、新聞屋に。やるか。まだ見つかんないんだ、ニコちゃん。もう新聞撮ってる人少ないよね。ほとんど新聞撮ってないでしょ、今ここにいる柴田さんたちは。新聞撮ってる人いる？もう実家とか住んでる人だったら新聞撮ってる人いるけど、もう一人で暮らししてさ、撮ってないでしょ。ほら、うわ、新聞離れしてるわ。若い人特に少ないでしょ今ね。えだってヤフーで見れちゃうもんね。あ、どうしたってヤフーのバナー、あ、そっちにね、ネットの方にね、そっちの方がいいかもしんないね。警察には聞いてみたんだよね。聞いた聞いた。もうあと動物愛護団体も言ってる。あ、これ2が180か、今日180、今日2さっき聞いたのに、これ2やね、180今日。
あれ聖杯何個持ってんの2。何回も聞いてたのよ。これ2でしょ180。聖杯何個持ってんのって2って聞いたのにいなかったの。なんか忙しかったのか。聖杯あと何個あんの。なんかみんな欲しがってるよ2。やばいよ、たかられるよ。20個。あと4日間でしょ、狙われるぞこれで。だって決まるよ、ランキング変わるぞこれ。ドバって入れたらこの残り20個。ああ、うちの子供たち、俺と2の愛の結晶ね。マリアちゃん22ですか。 OK。 もうマリアちゃんバズるぞ。皆さん応援行きましょうね、マリアちゃんね。うん、全力でマリアちゃん頑張ってほしいね。リリーさん抜いてほしい。おっと、リリーさん抜いたらダメだね、マリアちゃんね。うん、リリーさん抜いたらダメだよ。うん、怒られちゃうよ。うん、ダメ、怒るで。しれっと抜かないと、抜くときはしれっと。うん、電話来る、電話来るよ、あかんよ、うん、僕の大切エリアだけに配ってるから。すると俺の子供を、ね、預けてるから、一人ずつね、大事なやつだから。うん、ダメよ、普段絡みのある人ね。うん、そう、あと機長さんと、あとパルちゃんと養分と小前くんは、これやる気ないからあげなくていいか。これ小前くんやる気ないもんね。せいちゃんまず機長でしょ、機長さん使ったよね。そう、機長さんもう使ったもんね。うん、養分、機長、射程圏内、ああ強いからね。うん、あとは機長がね、もうちょっとしたらループ入ると思うんだよね、制覇切れないぐらい。あ、小前くん投げた、もういいよ小前くん、やる気ないからこの人。うん、ダメだ。小前くんやばいと思うね、俺も落ちていくかも、早めに回収しないとダメかも。うん、ちょっと小前くんの株が下がりだしてるから、株売らないといけない全部。パルコも、あ、パルコ喜んでくれた、お月ちゃんって言ってた、パルちゃんありがとうって、いいのって言ってた、パルちゃん知らないの2のアカウント。あ、知らないんだ、すごい人なのにね。うん、来年な小前くん、ちょっと危ないな今の配信だと、ちょっと滑ってるよな小前くんが。最近滑り出してんだよな、なんか秋葉原とか行ってさ、なんかつまんねえ配信してんだよな、なんか大丈夫かな小前くん、瞑想してんだよな。これ僕さ、配信する前さ、ふわっちパトロールしたんだけどさ、あのブロンズのさ、この子めちゃくちゃ人気なんだけど、なんなんこれ、シーモっていう人、これなんなんこの人、400人ぐらいんだけど、誰、有名な人なのこれ、ライブ知らないね、なんなん、ナーボーが出るの、ナーボーが出んのこれ、君ボーの何バンド仲間、あ、そうなん、これめちゃくちゃ画質綺麗じゃね、何これ、何なんこれ、まあね、でもこのライブのために何かしたってことね。そうです、俺フォローされてんだけど、拍手、いやありがとうございます。誰なんこれ、非道な関係、音楽多彩、歌がうまい、ね、来たいなと
いつかの時のような大根顔になるんですかね。ライブなのこれ。ってめっちゃディスってるやん。いつかほら、大根顔でどっかでなんかしてた時ありましたよね。あ、そうです。僕もむちゃくちゃ。ひどんなが歌ってたの、ね、そうです。はい。大根ひどんなさんが、そうです。あ、ライブ。ひどいな。今日めっちゃ攻めてくれ。いや、あ、だから攻めてくるから、それから。ね、そう、なるほどね。はい、ということで。そうなんだ。ライブね。なんで俺呼ばれてないの？小町が出てた？嘘だね。これに？なんで俺呼ばれてないの？あ、この人が人気なわけじゃないのね。なんで俺呼ばれねえんだよ！歌い手なんだよ俺もう。なんでだよ。ハミゴ？嫌われてるの？そうですか。歌いたい。なんで誘われないんだろう。せいじさん誘えないの？大手だから。全然大手じゃないよ僕なんか。ご飯食いたいな。帰ってこないんだまだ。どこ行っちゃった。帰ってこないんだけど。うん、せいちゃん出たらね5000人ぐらい行くんじゃない多分。ガチのせいぜとか歌ってよ。40個行ってる。タクちゃんラスコイそう。どこ行っちゃった。帰ってこないんだけど。マッサージって買い物行くって言ってた。買い物行っちゃってる。埼玉食いたいのに俺。めちゃくちゃてんこ盛りのてんこ盛りの野菜炒め食いたい。うん、帰ってくるかな。野菜炒め食いたいわ。腹減った。家事したくないって疲れてる。これから作らないって言ってた。運転中。外食買うわ。あ、帰ってきた帰ってきた。50個いった。おー、ありがとうね。ブロンズの女の子。ありがとうね。28歳。ありがとうございます。ラスコイ。可愛い子からもらった。なんだこれ。なんでくれたの？なんで50個くれたの？好きなの？僕のこと。僕のことフォローしてるけど。好きなの？ 28 歳。女の子。配信者さん。初投げ。あ、ぶつかった。ぶつかった。事件。ぶつかったんだけど。落とした人。事件です。嫁の車と僕のベンツがぶつかりました。嘘だろ。ネタがないからってやめろよ。やめろ。おい、事件。ネタ作るな。やめろ。ベンツやぞ。ふざけ衝突したぞ今。衝突。エアバッグ出るぞお前これ。おい、返したくないからどうすんのこれ。警察呼ぶか。ちょっと待って、ちょっと落ち着いていい。ちょっとタバコ吸わして。機長さんの車と僕の車今ぶつかりました。俺も何回かねぶつかりそうになったことあるのよ。縦列駐車なんだよここ。ああ、
俺もねギリギリまで下がるのよ、前に出ちゃってるから。ちょっと落ち着いて、一回一回整理しよう。うん、結構な音したよね。ちょっと見るの怖いんだけど、降りてこねえし、ほんで怖いんだけど、結構気づいてんのかな、怖いんだけど。うん、あ、降りてきた。あ、見てる見てる見てる、今見てるわ、しゃがんで見てるよ今。どう、傷ありそうかな、どう、どう、傷ある？いや、傷ついてないんですよね。ついてない。あのね、ここのプラスチックの部分とエンブレムが当たったっぽい。いやいや、嘘つけてる、傷入ってないよね。俺の車にまず傷が入ってないんだよ。ここが当たったの、ここが。いや、ここじゃん、だって一番俺の車で出てるとこってここなのよ。わかる？いや、これエンブレムに当たったんすよ、多分。ここでもメリって言いましたよね、ちょっと。何がメリって言ったんだろう。傷が入ってないんだよね。いや、別に傷ついてたら、俺払って弁償するんだけど。ちょっと待って。なんかおかしい、なんかどっか行ってる、これ行ってる、俺の車が行ってないんだよな、俺の車が全力で行ってないんだよな。 メリットは言ったんだよ。これが行ったんかな、これがここに当たったんかな。でもここが一番出てんだよ、下じゃなくて一番出っ張ってんのここなんだよね。一回精査にチェックしてもらった方がいいな、これね。いや、精査すいません。今僕が見る限りは、うん、セーフなんですけど、一応でも本人が一回確認してもらった方が、ちょっと気まずいじゃんこれ。やめてよ身内で。なんでわざと、いやいや、ネタがなかったから。結構ピーピーピーでギリまでいつも行くんですけど、うん、なんでアクセル行っちゃった。いや、アクセル離した時に動いちゃって、うん、どれ、ミシミシ、どれ、ここが僕の車の一番出てるとこなんですよ、うん、ここね、うん、フラ、うん、フラ、ここフラなんですよ、ここ、うん、これがここに当たっちゃってる、うん、当たっちゃった、エンブレムに、エンブレムがめりっちゃった。あー、大丈夫だ。でもなんかね、落としたんですよ、うん、メリって。大丈夫だ。うん、こっちに僕の方に傷が、これだ、こっちのここだったらやばかったですね、ちょっとマフラーとかだったら、うん、大丈夫だ、うん、気をつけないとね。そうですね、うん、ご飯どうする？ご飯どうする？食べ行きます。食べ行く？はい、そこ行こうじゃ、車で行く、はい、じゃあ俺エンジン切るわ。参ったね、おい、嫁がさ、車ぶつけた。一番最初に結婚した嫁もさ、俺の車でさ、一回スーパーでぶつけてさ、黙ってたんよ。で、俺発見してさ、修理代払えよっつってさ、で、離婚するときにさ、お前養育費払えって言われたから、お前俺の車ぶつけて養育費じゃねえよって言ったんだよ。お前自分、俺の車の修理代払ってから言えよって言ったら、じゃあ養育費いらないから出てってって言われたんだよ。それ思い出しちゃった。うん、サム出てさ、ムカついて黙ってたんだよ。うちの前一番最初の嫁がさ、車ぶつけて帰ってきてさ、お前さ、なんで言わないの、ひどくな、お前人の車くったに借りてさ、もう絶対お前払ってもらうからなって脅かしたらさ、何が養育費だよって言ってさ、もう
トム出た。だから安くついたね俺は。うん、怖かったんだろうね多分。よし、じゃあご飯食べに行きます。あ、これで行くのご飯。マジかよ、めっちゃ恥ずかしいやんこれ。ラムネとかめっちゃ恥ずいんだけど。大丈夫これ。大丈夫。嫁に車ひかれるとかだって今危ねえ。車にひかれるとかだって足危ない。ちょっと待ってよ、これ持っとかないとダメか。持っとかないと。いいよいいよ、持ってるでしょ、はい、これラジオにしないといけないから。ちょっとラジオにしますね。あーやばい、しなきゃ、やばいやばい、やらしいやらしいやらしい、買えないと。やらしいやらしい、南西に進みます。やらしいやらしい、どうしようどうしよう、やらしいよ、やらしい。およそ100メートル先、左方向です。やらしい、左方向です。続いて左方向です。いやー、お腹空いたね。お腹空いた。左方向です。続いて左方向です。そう、もやし炒め食いたい。これ見づらいよ、消しちゃえば。見づらいでしょ。見づらい、一番が見えない。あと20個だって、通が持ってる聖杯20個全部使い切んないとね、もったいないよね。大切エリアに配らないと。普段お世話になってる人にね、杖いける、俺の大切エリア誰に配ろうか。あ、これアイコンにする。杖かわいいっしょ。左方向です。続いてこれいいよね。左方向です。これにしてくれたら俺のリスナーってのがわかるじゃん、まあね、うん。これにしよっか。これにしよう。じゃあ左方向です。全力で行って。これつけたらせいちゃんリスナーだねって言われるから。他にも投げるからね。通が。およそ500メートル先、右方向です。顔かわいいでしょ、これ。どうやって作ったんだろうね、これピノちゃん。俺の幼少期みたいになってる。クが通だね。そうそうそう、めっちゃ腹減ったわ。今日ご飯食べてないですっけ。うん、ご飯食べてない今日。あ、食べてない。初めてのご飯だ今日。傘は使わないで、使ったらあの通報入れるよやめて、絶対使わない。ガンガン通報行くからね。せいちゃんでしょ顔がね。出口を左方向です。そう、ダメよ。何食べるかな。スーランタンも好きなんだよな。スーランタンも食べたいんだよね。太るかな。で、野菜炒めと、あとチャーハンも食ってみたいんだよね。あそこのチャーハン気になるんだよな。量多いっすよ。多い。酸っぱいよ。もっと吸えても美味しいと思うよ。言えなかったけど。ああ、副鼻腔炎がさ、辛い。なんか詰まってる。うん。うん。ああ、チャコちゃん10個ラスクあります。電波が悪い？今？絶対嘘。
もしもし。電波悪い？もしもし。大丈夫？治ったの？あ、一瞬電波悪かった。大丈夫ね。オッケー。大丈夫ですね。まもなく着きます。左方向です。続いて目的地は右側です。あったあったあった。混んでないかな。空いてるといいな。あ、中止になってた。うわ、これだから困るよね。うーわ、ちょっと混んでる。目的地は右側です。ちょいごみ、ちょいごみだね。お疲れ様でした。ちょいごみ。外では待ってないよね。土曜日だからしょうがない。配信できるよ。言ったらいいね。はい、ケンちゃんドンツクラス来い。ケンちゃん来たよ。着いた。空心菜も食べたいね。あと野菜炒めと何と、なんだっけ、チャーハン、これこれ野菜炒めある？ちょっと見て。チンジャオロースしかない。肉バラ、甘味噌、カス炒め。これ苦手なんだよな。そうじゃん。いや、あ、これ食べれるか。なんかさ、なんかナッツみたいな入ってんない？ピーナッツみたいな入ってんの。あれ苦手。あるじゃん。そう、カシューナッツ。あれ苦手。野菜炒めなくね？チンジャオロース、あ、これか？これ違うよな。これか？ムースロー。これかな？野菜炒めないやん。本格的なやつしかないやん。どうしよう。とりあえず、行ってみよう。ハイボール飲むか。杏仁カクテルだって。これ飲んでみるか。ビールも飲みたいね。マンゴー杏仁プリンうまそうじゃない？バナナ杏仁プリン、プーアルパンナコッタ、うまそう。チャーハンと、はい、入るね。重たいなこれ。4種類もあるんですか？はい、それをお選びいただけます。マジっす？今の季節、冷やし麺がおすすめなのでよかったらご覧ください。冷やし麺、本日当店のプリやクーポンをお持ちしました。この間ね、教えてもらったんですけど、大体丈夫です。ありがとうございます。はい、ではおじすみんじゃお持ちします。失礼します。声かわいいな。何食べようかな。冷やしタンメン、冷やしトマト麺。うわ、いっぱいありすぎて選べないな。これスーラータンメン、これ一番うまいんでしょ、この店で。激辛スーラータンメン、プレミアムスーラータンメン、激辛担々麺、
担々麺。麻婆豆腐食ったんでしょうか。麻婆豆腐美味しかったよ。迷うわこれ。何食べたらいいの。濃厚醤油ラーメン。野菜ラーメンうまそう。野菜ラーメンうまそう。何これ、タンメン。野菜ラーメンうまそうなんだけど。野菜ラーメンうまそうじゃない。麻婆豆腐麺もうまそう。うわー美味しそうなのいっぱいある。どうしよう選べねえ。ワンタン麺もうまそう。どうしよう。パーコー麺、醤油チャーシュー麺、いっぱいあるし、黒酢ラーメン、どうしよう。チャーハン、チャーハンうまそう。ハーフチャーハンねえのかな。うわレタスチャーハンある。麺とセットならできる。セットいける。麺に、あそう、麺にセットじゃ頼もう。野菜ラーメン食べようかな。スーラタンの方がうまいな。でもスーラタン美味しかったな。スーラタンと半チャーハンと野菜炒め。野菜炒め探して、機長さん。野菜炒め探して。もう片手でめくのしんどいわ。ない片手でめくのしんどいわ。うわピータンだって。俺無理なんですけど。ピータン食える。これなんなんこれ。アヒルの卵でしょ。ピータン、ピータンどんな味するの。ちょっと食わず嫌いで食ってみようか。ピーター臭いの。やめた方がいい。初心者無理。上級者しか無理。ピーター、ピーター無理。あ、それ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 無理。それ無理。それ苦手。うん。野菜炒めなくね。だよね。チンジャオロースか。じゃあ俺空心菜でいいわ。空心菜とスーラータンのセットにしてチャーハンにして。あ、油淋鶏もうまそう。油淋鶏頼もうかな。絶対これ食べる俺。これ空心菜油淋鶏食べる。はい、じゃあ呼ぼうか。ダブルサイズってあるの空心菜の。あんのかな。聞いてみるか。うん、スーラータンのセット。俺チャーハン、スーラータン麺のスーラータン麺、はい、チャーハンセットってできますか。チャーハンセットできます。麺は何がよろしいですか。オーソドックスのやつ、一番人気のやつ。はいはい、あとは単品のご飯と、はい、油淋鶏、油淋鶏、はい、とジュージュー餃子の4つ目、少ない方。はい、4つ入りの、はい、はい、あとなんだっけ、空心菜。空心菜炒め。ダブルサイズってありますか。ありますよ。あ、じゃあダブルで。はい、あとは何頼む。じゃあそんなもんか。あと杏仁豆腐2つ。あ、うん、あのマンゴーの杏仁もあるんでしたっけ。マンゴーの杏仁もあります。どっちが人気ですか、はい、普通の杏仁。マンゴーも人気。マンゴーはあのクーポンがあって、そちらは150円なので召し上がれるんですけど、はい、マンゴーもすごい美味しいです。あ、マンゴーにしようかな。じゃあマンゴー1つしようかな。マンゴーする？普通のやつにする？じゃあマンゴー2で。俺マンゴーにするわ。マンゴー2で、うん、はい。あとウーロン茶2つください。ウーロン茶2つください。はい、そんなもんかな。はい、ウーロン茶すぐお持ちしてください。はい、お願いします。ご確認お願いします。はい、スーラータン麺、洋州麺を2つ、チャーハンセットを1つと、はい、ご飯を1つ、ユリンテを1つと、ジュージュー餃子4個入りを1つ、空心菜炒めのダブルサイズを1つと、マンゴー杏仁プリンを2つ、はい、ウーロン茶を2つ、以上でお願いします。ご飯入ってます。あ、じゃあ、はい、
ありがとう。でも、おすすめとはメニューない。そう。うどん茶とかいいよ、これ。これ、無料でついてくる。一緒やろ、これ。一緒やろ。こっちが有料、こっちが無料。一緒やろ。一緒やって、これお金取られるよ。一緒やで、絶対一緒やで。一緒ちゃうの、これ間違えてるの。あ、でもちょっと酸味があるかも。ちょっと酸味がある。ちょっとあれだね、変わってんだね、色が。ウーロン茶って言われたらウーロン茶かもしれない。ちょっとね、酸味がある。うん、日本茶かも。台湾のやつ。無料使いじゃね。なんか普通にさ、無料で飲めるジャスミンとかあるんだね。無料のやつ。これで十分だったね。せいちゃん、新しいサムネ気持ち悪いからやだ。 MG です。お疲れ様です。気持ち悪いね、お前のがね。ケチつけんねんな、お前。ずっと見れない、今のやつ。バカだね、本当にね。気持ち悪いね。ほら、そばは帰ってない、暇なんだな。何ちゃん、リナ、リナ、誰？リナ、リナちゃん、ありがとうね。だから聖杯使うから聖杯に行ったんだよ。何時から使うの？聖杯。10時とか12。自分で今日。今日はあの自分で使える聖杯を10時。10時ぐらい。上がったごしらえしてからね。用具も来てるから。やんないと。やばいよ。大丈夫。来てる来てる。でもやっぱね、ライバルがね、盛り上がんないから、養分に感謝だね。もっと盛り上げてくれないと。あ、機長さん、先ほど勝手にコメントを上げて、あ、大丈夫ですよ。コメントを上げて、なんか褒め場になっちゃった。機長さんから機長さんから、あー、なんか連投パチコメ、わらわらかなんか連投した方がいいと思う。連投パチコメ車になっちゃった。そうそう、せんなきゃダメよ。頑張んないと。何時からやる？飯食ったらすぐやる？家帰って買い物、お茶買わないといけない。あーね、食べるって。楽になった、ちょっと。いくらした？何これ、グラム払ってんの？見えない。おかしいやつだ、こいつ。頭おかしいやつだ。ブロックな、お前。ブラックやがってよ。ブロックな。あ、傘のね、グラム、やめて。すごいな、そいつ。
あ、通報入った。あちこめ通報する暇人いるか。いないわらわら、顔文字を全部調べたんですけど、米稼ぎで遊んでたのを、一旦の強い話がやっちゃった。何やろ、大丈夫、大丈夫よ。気にしないで。盛り上がるかね、どうだろう。明日は立ってるね、本当はね。中盤ででも絶対一回あれます。盛り上げていきますよ。僕はもう終わったから、俺は前半で盛り上げて。ケーキは大丈夫だ。ケーキ大丈夫。めちゃくちゃ盛り上げてたね、俺ね、前半ね。やばかったでしょ。使おうくれてて。あって。どうだった？終わったのね。ほっとしたね。ダサい、うまそう。どれがセットだっけ。あ、ご飯、ご飯頼んだの。すごいよ、ニンニク嫌いなの。キチョさんニンニク嫌いなの。ダブルサイズ。でも今、お酒にしないんだ。大丈夫、これがうまいな。匂いが無理だね。匂いがね。2000円。なかなかそういうのも受け入れてくれないから、どこか有名なお店が
アカデミーみたいな。で、そこに入って、そこでその寿司丼さんで、あのさばき方と、シャリの焼き方をやって、それで、そこで認められたら、こういうのっていう、銀座にこういうのっていう寿司屋があるんだけど、そこに、ニンニク入ってないの？いや、あんまり今、私最初にちょっと入って許してもらった人だけで店やるから、それでそこで、うん、また認められたら、まあ、自分になって、で、世界の僕の好きなところを寿司商店にやるなみたいな。で、ガリラ優位はゆくゆく、その寿司屋をやったりとか、シェアしないんで大丈夫です。はい、わかりました。オートレザードで間違いないけど、はい、大丈夫です。はい、もう一応、ゆっくりどうぞ。あ、そう。12時。スーラータン。うわー。美味しそう。スイよ、スイ。チャーハンもパラパラ。チャーハン美味しそう。実食。
Thank you.
味だ。あー、酸っぱい。ちょっと酸っぱいわ。してんだろうね。なんかの間違いじゃない。そんな食った。これ宴会じゃん。宴会じゃんこれ。これ普通のさ夜ご飯の値段じゃないよこれ。宴会じゃん。お祝い事？酒飲んだの？酒飲んでない。肉の値段ですか？
ごいな。今から帰ってコンビニ行って、聖杯だね。そう、やっぱ聖杯頑張ろう。大阪帰る、ほんで、今日帰るよ。今日帰る。ガチガチガチ帰る。寂しい、しょうがないじゃん。洒落たやつ、もう飽きたから、いつものやつ、うん、ちょっとおしゃれなやつ、うん、おしゃれなやつね、うん、飲んでみから、帰らないで、え、僕たち帰ったらダメなんですか、家に帰らないでって言われて、帰らないで、どこに行けばいいの？ダメなの？帰ったら。帰らないでって。帰らないで。いいでしょ、帰っても。寂しい。外にいなきゃいけないの？家に帰っちゃいけないと思う。家に帰ったらダメなの？帰宅難民じゃん。市長さんがさ、はい、地面紙見せてくれたじゃん。ハマっちゃいました。あれさ、見せてくれたのはいいんだけどさ、はい、びっくりしたで。この画面から動かなくなったべ、いきなり。え、ネットフィリックス止まったんだよ、回線が。そう、発狂した一人でこの画面で、このこれから先、これから先行かなかったよ。わかんねえ、地面紙って面白いの？せっかくのチャンスだったのに、見ようと思ってさ、
第1話で止まった。第1話で2分ぐらいで止まった。なんでだ、うん、流行ってるよね。2分間見た感想つまんねえ、うん、めちゃくちゃつまんねえ、のめり込めなかったね。俳優が下手くそ、演技が、あの俳優さん誰だっけ、あのガーシーに暴露されたあいつが出てた、綾野剛が出てたけど、なんかのめり込めなかったね。入り込めないわ、なんか下手くそだわ演技が、うん、全然下手くそ話になんない。俺の方が演技上手いんじゃないかって、うん、いまいちでしょ。香川さんもだからいまいちってということはそういうこと普通なんかみんながモテはやしで話題になってるから、うん、ちょっと過大評価で、うん、フィルターかかっちゃってるかもしれないですね。もしかしたら全然面白いね、うん、ほら1話しか見てない人いるよ。つまんないでしょだから、うん、ハリソン中山なんか、うん、それで奥村さん、ハリソン、奥村してたのね。すまんね。ほら、1話で止まってるわ。つまんねんだよな。実はなんだ、1980年代になんか詐欺があったんだってよ。この地主になりすまして、勝手にこう売買を始めるんだって。騙しとる話。さあ、見ない方がいいわ、詐欺の話なんか。詐欺師になりたくないもん。見て見てない。人を騙して金を取るってひどすぎるやろ。心がなんかね汚れちゃうよ。いい話だったらいいけど、詐欺の話でしょ。結構最近の話じゃなかった。積水ハウスが騙されたやつでしょ。大地主になりすました人に、うん、5年前とか。あ、最近の話だもん、うん。行くか、コンビニ。コンビニ行きます、今から。2017年、東京だ。市長さんのタバコ一本ちょうだい。はい。いい？ここにある。あるんです。うん。詰まっちゃってるわ。首もげるで。赤ちゃんだったらもう行ってるね。今の段差行ってる。1キルしてるね。行っちゃってるね。死んでる。死人が出てる。うん。脳みそも揺れて、揺さぶり症候群にもなってる。脊髄行っちゃってます。行っちゃってる。やばい。あったかな、コンビニで買うもん。朝ごはん、パン。確かめないと。このウインカーの音、木魚みたいなね。木魚。
乗ってね。どこのメーカー？プジョー。プジョーはどこの国？ドイツ？フランス？フランス？フランスかイタリア？どっちか。フランスか。フランスの車。うん、変わってんね。音がね。レッドブルと。レッドブル。うん。5本ぐらい。うん。6ぐらい。6ぐらい。足りる？足りる。あ、じゃあこれ出す。ある？あるよ。千円札ある、いっぱい。プジョーね。これ何が悪いって。これ絶対買わない方がいいですよ、リスナーさん、この車。俺ちょっとプジョーのアンチじゃないけど、この車絶対買わないで。なんでかっていうと、これ、ね、助手席、運転席もなんだけど、シートがね、シートバックス、ふかすシーガーができないの。シートバック、リラックスでふかすこのシーガー。これができない。シートバックができない。うん。シートバックスで吹かすこのシガー、これはできないのよ。ラップ、シートバックスで吹かすこのシガー、シートバックできないんだよこれ。後ろに倒れないのよ。うん、楽園ベイベーで、シートバックスリラックスこのシガー、シートバックスで吹かすこのシガー、映る夕日が沈む前にマイパートナー頑固スナイパー。これできないよ。これがシートバックで吹かすこのシガー、映る夕日が沈む前にマイパートナー探す頑固ライカスナイパー、できないんだよ。うん、後ろに倒れない。絶対買わないで。マジで。多分これ知らなかったんじゃない？機長さん買う前に。うん。知らなかったんでしょ？バックミラー、映る夕日が。そう、倒れないんだよ。スライドというか、スライドはできるんだけど後ろに倒れないんだよ。マジで、マジでこんな車あるの？なんで後ろに倒れない？この角度をずっとキープしないといけない。うん、ないから、ないから、倒れないから。あるんだよ、倒れないから。軽トラと一緒よ。ありえないよこれ。うん、ないから、ないから、絶対ないから。謝れよ、あるからって言ったやつ。絶対ないから。今触ってるけどないんだよ。マジでないから。うん、ないから、ないから。あったら、あったら謝るよ。ないから。そうさんね、この車でね、車内泊したことあるんだけど、これ倒れないから、後部座席で寝てたんだから。倒れないんだよ、マジだよ。うん、ダイヤルないから、ない。うん、あ、ダイヤルあったけど、あったけど、あれ倒れるわ、あれあれ倒れるわ、これ倒れる、あれ？これ倒れんの？倒れてるわ。あ、すいません。倒れてるわ。なんだよこれ。倒れるじゃん。倒れるわ。倒れんの？え、機長さん倒れないって言ってたよこれ。倒れないんすよねって。ダイヤルあったわ。あったわ。シートバックスで深くこのシガーできるね。
シートバック、シートバックで吹かすこの詩がバックミラーに映る夕日が沈む前にマイパートナー探す頑固ライカスナイパーできるわ。すいません、できました。倒れるわ後ろに。でもめんどくさいわこれ、ダイヤルめんどくさい、絶対叶うよ。レバーじゃないんだよ、ダイヤル回すのマジめんどくさい、ありえない。あ、よ教えてあげるわ、じゃあ機長さんに。多分知らないわ、ダイヤルで倒れるわ。これフランスだって。あ、ゴルフも最悪じゃん、絶対買わない俺、まあ、日本車が一番いいって。日本車しか勝たんから、もう外車ダメ。ああマジ日本車最強だから、ほんまに国産車最強。日本に生まれてよかったよ、うん、わざわざ外国の車買わなくていいよ。日本人なんだから日本の車買うべきだよ。そうでしょ、なんで外国にお金あげてどうすんの、潤わないじゃん日本が。バカなの、外車買ってるやつ売国図なのね、えバカだよ外車買ってるやつ。お前やなんで買ったんだろうベンツなんか。ねえ、もう新しいの買うわ、国産車ダメだねベンツは。何買おうかな、ワンボックスがいいよね。アルファード、エルグランド、何がいいかな、うん、うわめちゃくちゃ買ってるわ、めちゃくちゃ買ってこん、買ってきてる。ほら 両手に持ってる。うー買いすぎじゃないこれ、今日帰るのに。買いすぎでしょこれ、買いすぎ。買いすぎだよそれ。この車さ、うん、椅子倒れないじゃん。倒れるんだけど。してた？ダイヤル。パパパパ。ダイヤル。ダイヤルで？ダイヤル。ほら。ん？どこのダイヤルで？後ろ横にあるダイヤル。ん？ないっすよこっちには。ないの？そっちには。こっちには。助手席あるんだよね。本当。倒れるんだよ。寝れるやん。寝れるんだよ。初めて知ったそれ。初めて知った。せやろ。運転席はないんだ。運転席ないの？ないんだ。これレバーしかないもん。パコパコパコ。ダイヤルついてない？ついてない。ほらダイヤル、ほら見て、ほらほらほら。あ、それはあるっすよ、これは。あ、それは倒れんの？ここまで。ただそれ。あ、後ろに行かないの？行かない。ただ下がるだけね。下がるだけ。あ、寝れるんだ。運転席ね、こっち寝れるね。そう、電動じゃないんだよ。浮上はベンツみたいにね。運転席ないって、助手席だけ倒れるの。残念ながら。帰って、せいはやねとね、スポーツタイプだから多分ダメだな、これは。せいはやるぞ、首ついてる？大丈夫？もげてない？大丈夫、大丈夫。もげてない？もげてない。大丈夫。これ赤ちゃんいたら2キルだね、2人死んでるね。死んじゃった。最初のお店出る時と。ラスコイ30個。ラスコイ来てる。行ってる。あ、おもちゃです。よし、応援するぞ。ケーキありがとう。今1位。市長さん間違えてブロックされたよ、自分の上にいた人が変なコメントしてたのに。
俺はね、お風呂はないです。結構慎重に確認してますけどね。解除してあげるか。嘘だろうな、多分。そうやって風呂通いをしてほしいだけなんだろうな。おお、すげえ、ファンタスティック。強いの行った。行ってるやつ。ナイスツ。今日もセクシーだな。ツ。ありがとう。ナイス、濃いね。50個いってる。ああ、シャネルチェリーズ。これ、ラジオにしようね。ちょっとラジオ。よいしょ。電気消して。うん、アイテムつけてアカウント見てもらえれば。ああ、そうする？いや、どうだろう。それが貴重リスナーさんだったらどうだろう。信頼度あるね。はい、ちょっといいですか、ご苦労されちゃったって方、ちょっと確認してもらうわ、貴重に。それがなかったらブロ解しません。教えて。うん、一昨日の聖杯中のアーカイブ確認しよう。だからまずアイテムを投げてください一回。うん、貴重さんバック、気をつけてって。バック今日当ててるから俺の車に。大丈夫、全力で行っちゃダメです。全力で行ったらなんでバックねえ、配信見ながらバックしてたらダメだよそれ。やめてよちょっと、全力で。うん、さっきのさっきだから一回確認、後ろ確認するわ。見てもらった方がいいかもしれない。怖い、ちょっとやめてよマジで。ネタがないからってさ、そんな事件起こさないでよ。全力バックやめてよ。ここガーンってさっきやられたんですよ。これ縦列駐車なんですよ、ここ。大丈夫かな、怖いな。来た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 。大丈夫、やめてよ。人いたら死んでたで、これ。大丈夫、段差があるからさ、ガーンって踏んじゃったんかな、あそこ。おお、怖い怖い怖い。おお、大丈夫、もうちょい大丈夫よ、もうちょい大丈夫。おらい、ライライライ、まだいけるけどね。どうする、あ、任せるよ。どうする、もうちょいいけるよ、もうちょい、もうちょいいけるよ、もうちょいいけるけど、どうする、任せるよ。どうする、オーライ、あ、やめとく、やめとく、大丈夫か、ぶつかってない、よしよしよし。じゃあまた明日ね、また明日ね。じゃあ帰るわ大阪に。あれ、目の前に止めちゃってるか、帰れない、これ。帰れない、帰れない。大阪帰ると思った。車が今から帰ると思った。帰れないやん。うん、帰れないわ俺。なんだよ。あ、じゃあ明日帰るわ。明日、明日帰るっす。うん、機長さん、あのセッティングして、あの配信準備。うん、ちょ、ここで温めてるから、つけたら切るから。ここでね、ちょっと温めてから。あっつ、明日帰ろう、明日帰るね。明日ね。あーつ。
まだ暑いね、なんかムシムシするね。暑いわ。今帰れないんだよ。縦列駐車で前に機長さんの車があるから。うん、明日で帰るわ。帰る気あるよ。ある。今機長さん準備してるから。機長さんいくらネタないからって車ぶつけることないやんね。マジでぶつけたもんね今日。どんだけネタないの。うん、エンタメやばいでしょ。やばくない？コツンってメリって言ったよね。ひどいよ。ネタは作んないと他に。傷ないんだよ。市長さん車ぶつけたの？俺の車さっき。ええと思ったの。マジで？エンブレムへこんでない。あ、もう買い替え時なのかなと思ってさ、諦めたんだよ。傷ないんだよ。次なんか事故でもあったらね、買い替えようかなと思って。ちょっとぶっ壊れたらどっか。丈夫だね、ドイツ車はね。うん、ほんと丈夫だよ。何もなってないよ。あ、心理変身やりません。帰ってください。今日は聖杯しかないね、枠はね。聖杯ばっかりだ今日は。議長っての。心霊は怖くないね、僕のね。顔がさ、こんな顔してるから全然怖くない。コンテンツ違うんだよ、だから僕がやるコンテンツね。関係ない裏で貼る人増えてるね。いた？なんかいた？言って。もう HTTP をさ、NG ワードにしちゃおうかな。いたの？言って。どうする？ HTTP 184にしちゃう？入れちゃう？みんなに見えないようにしちゃう。828がしつこかった。嘘。あ、金杯のやつ。あー、じゃあ戻って NG 入れとくか。あれそうだったんだ。じゃあ戻るわ。そんな落としやついた。828、あれ見つかんないわ。どこ行っちゃったんだろう。あ、いた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 。バキュン。あ、そうなんだ。あ、雑さの言った。うざいね。もうやることないからさ、これぐらいしかないんだけど。もう今
ずっとさもう聖杯だらけだと思う。炎上系も多分イベントに集中すると思うから、多分この1週間はねおとなしくなるね。フワッチがね、何の炎上もないだろうな多分。うん、誰か応援してほしい人いますか？います？この人応援してほしいってします？マリアちゃん、ナサニキさん、フェリッパ、ナサニキさん、誰？メンタンピン、ヨシエ、ウメさん、マリアちゃん、コキチ、キチョ、あ、イギリス人、シノさん、マリアちゃん、やっぱ嫁でしょ、ウナギオ、ヨシキ、キチョさん、ヨシエさん出てないの？なんで書いたんだろう。マリアちゃんと機長、今配信してる中村機長、養分機長さん全力、メンタンピンちゃん綺麗だよ、マイはやだ、俺もやだ、機長さん養分、機長さんで、機長さんマリアちゃん、機長さんやね、機長一択、ケイちゃん、あ、ケイちゃんも応援したいね。ケイちゃん俺の弟子だからさ、うん、レンレン、カッツンさん、俺の弟子だけにして、俺の弟子、お弟子さん、中村って結局だ誰の弟子なの？あれあれはたかしグループのイメージがあるけどね、なんかたかしのイメージだね。うん、ねえ、 TJ リスナー、ああ TJ リスナーか。なんか前なんかたかしとよく車乗ってどっか行ってたよね。仲いいよね。なんか夜中になんか合流とかしてたよね。うん。トップグループ。昔は TJ、今はたかしのイメージだよね。うん。うん。コーポスズラ行ってたね、よくね、夜中にね。たかしグループ嫌ですか、金太郎さん。嫌だ。たかし、なんで嫌なの？いいやつだよ。天然ストレート。うん。あ、たかしに助けてもらえて、中村は。でも前よりは中村、生意気じゃなくなったでしょ？可愛くなったでしょ？ちょっとは。前はなんか調子乗ってたけど。うん。タコリスがなんかの悪口言うよな、俺たちのな。ああ、なんかな、あれ遠隔入れちゃう、遠隔ぶち込んじゃう、調子乗ってくから、そこのリスナー入れちゃうか、やっちゃう、普段やんないけど、なあちょっとやっちゃうか。え、リリーさん、自分がリスナー、たかしを応援するって言った、優しいから、ん、優しいの、機長さんタイトルベンツにぶつけた、ベンツにぶつけたね、うん、リリーさん天然さん好き、なんかね好きだよね、うん、だからどっちつかずの人はちょっと俺信用がないね、なんかね、大阪帰ったらリリーさんでせいちゃんせいちゃんって来るけどさ、なんかさリリーさんってさ、うん、ゆまりちゃんも天然好きな、うん、リリーさん信用できないよちょっと。ああねえ、あ、エキちゃんと仲いいの、
マリアちゃんあげて何を。今日もかっこいい、お疲れ様です、ありがとうございます。何をあげるの、ランキングをあげるの、無理だろ、どうやってやるの。あ、薬飲んでない、お薬飲み忘れてる。あ、お薬車にないかも、バッグに入ってないかも、忘れてる。高橋と同じカテゴリー、マリアちゃん上げて。ああね。でもだいぶあれじゃない、点数が。あ、家帰んないとないわ、薬が。同じカテゴリーなんだ、高橋と。りんちゃんこれさ、拾いが、これおっぱいすごいけど、これ誘ってんの、おっぱい。りんちゃん誘ってる俺を、これ本人、これ拾いがじゃないの、これすっごいおっぱい、本人なんか加工、拾いが本人。何このおっぱい、これ何カップあんのこれ、包丁？何これ、何カップ？まあ加工はすごいけど、ニューハーフなのこれ、ニューハーフって言われてるよ、駒井くんの枠にもいたけどって。包丁 D、 ニューハーフなの、りんちゃん情報来てるよ、狛江枠にいた。そう、来てたの知らなかった、初めて知った、うん、ニューハーフええやんか。Dカップね、ね、あ、シュルちゃんみたいな感じだね。女の子になったら来て、おちんちん切ったら来て、うん、シュルちゃんね、顔覚えてないんだよな、一回肩船来てんだよね、覚えてないんだよな顔が。たまに差はあるんだ、たまに差はあり。なんで玉取ってんのに竿はつけたままなんだろう。俺だったら全部取っちゃうけどね。なんで竿は残してんだろう。なんなの。お金かかるから。アクセサリー？竿が？竿がアクセサリーなの？よし、じゃあ聖杯イベント応援枠第1弾いきますか。第1弾いい？行っちゃっていいっす。まずは1人目、うん、いい？
あ、せいさんお久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうね、あの町田でお世話になったけど、めちゃくちゃ。ええー、全然、まあ、合宿のことさ、はい、思い出してさ、はい、イベント頑張ってほしい。わかりました。うん。で最後にちょっとバトルしようか。はい、どれぐらい力がついたか。うん。聖杯使ってもいいんですか。あ、いいよ。うん。何時から？10時からかな。10時？10時。うん。で10時にバトル。ガチバトル。バトル。ガチバトルね。バチバトル。で僕が負けたらセイさんが帰るってことでいいですか。そうだね。僕が勝ったらじゃあ延長ってことになりますけど。キショさん勝ったらキショさんが帰るってこと。帰る。帰る。俺が帰る。そう。どこに帰るんですか。大阪。大阪。うん。セイさん勝ったらセイさん大阪帰る。そう。どっちかが大阪に帰るってことですか。そう。1週間ぐらい。そう。じゃあ10時から。10時からね。10時から行きます。うん。わかりました。真剣勝負、ね。はい、真剣勝負。真剣。わかりました。じゃあこっちからコラボ送ります。うん、よし。次は誰行く。どこ行く？聖杯イベント。マリアちゃん、養分行く？養分行くか。養分とやりたくないな、バトル。ここは取っておこう。養分とのバトルまだ一回もしてないんだよ。これはもう年末のライジンぐらい大切なカードだから、これやめとこう。養分はね。マリアちゃん行く？マリアちゃん。10時聖杯ね、オッケー。あ、10時聖杯、どうしよう。おお、かわいい。こんばんは、せいじさん。かわいい。かわいくない今日。何これ。すいません、せいじさんから、うん、あのお月さんが聖杯くださって、うん、で今日もくださって。あ、マジで。そんであの何時10時だっけ。なんか10時あたりでお月さんが大丈夫な時間にっていうふうに、ね、あの全然10時ぴったりとかじゃなくて、うん、はい。で、あの無料のお届けもたくさんいただいてます。これ何のコスプレなの。これちょっと強気な猫ですね。強気な猫。レザーキャット。レザーキャット。なるほど。10時から聖杯頑張ってね、はい。ありがとうございます。すいません、いつも本当にありがとうございます。うん。ラムネ可愛いですね。ラムネ。ラムネ可愛い？可愛いです。へえ。ずっと見てられるね。すいません、ちょっと。こんな可愛いの？こっち。一番可愛いんじゃない？こっちで。いや、本当にもうとんでもないですもん、ね。ありがとうございます。すいません。こっちでさ、一番かっこいい人誰？いや、もうそれは、うん、もう間違いなく、うん、テイリさんです。本当に？間違いないっす。ちょっと無料行って。マリアちゃんに無料アイテムお願いします。ありがとうございます。あ、セイさん、うん、本当ありがとうございます。すいません、本当ありがとうございます、うん、マリアちゃん頑張ってね、10時から頑張ります。2が投げてくれるからね、聖杯ね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。マリアちゃんリスナーさんもね、応援ね、頑張ってください。ありがとうございます、ね。じゃあ皆さん、あのマリアちゃんに無料アイテムお願いします。めちゃくちゃすごい来てくださってます。本当にありがとうございます。負けないでね。もう負けません。気持ち、ネバーギブアップ精神、うん。今何位なの？何位？今2位ですね。2位？1位誰？カテゴリー2位です。1位誰？1位、あの天然ストレートさんです。あー、天然ストレート、もう絶対負けないで。頑張ります、うん、頑張ります。抜いて頑張ります。
絶対負けないで。全力で。ゼット会が全力でサポートするから。ありがとうございます。頑張ります。無料アイテム行って。行ってる。え、すごいたくさん、あの、本当もう滝のように、滝のように、はい、うん、来てくださってます。マネちゃん、お願いします。はい、お月さんが、お月さんが、準備。準備できてれば背中投げるよっていうふうに、ネズミちゃん20個いただきました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。この後あたりして、はい、本当にありがとうございます。ミキサー投げたら本当お願いします、うん、ありがとうございます。またね。 ありがとうございます。本当にありがとうございます。セイザーセイさんリスナーさん、ありがとうございます。ほんじゃね。はい、頑張ります。ありがとうございます、はい。マリアさん、タヌキブロック解除してほしい。ああ、それはダメだよ。うん、変なこと書いたんでしょ、どうせ。謙虚だね。こういう子はやっぱり応援されるんじゃない。謙虚だからね。うん、スーちゃん頼むね。じゃあね、マリアちゃん10時ね。あ、いや、言ってる、ちゃんと無料。どれが言ってんのこれ。無料アイテム言ってる。あ、言ってんね。言ってる。ちょっと緊張する。で、一回の儀式っていうのをちょっと3分くらいだけしていいですか。ちょっとミキさん、ありがとうございます。行ってきた。こうだから、で今繋いだんだから、うん、ここ4分の1無理か。勝てね。どう、音待ってるくらい。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に音だけたくさん、ありがとうございます。ガンガン言ってる。わかんないね。でもね、聖杯だから1回で50万100万ポイントっていくからね、聖杯で。緊張してる、うん、完全に緊張して。池持ちつかせてください。しゃー、頑張ってほしいね、うん、てかさ、お腹痛くなっちゃった。うんちしたくなっちゃった。10時は待てないかも。ちょっと早めにやってもいいかな。ダメかな。早めに。お腹痛くなっちゃった。50個らすっごい。ああ、ありがとうね。優しい、優しい。ありがとう。お腹痛くなっちゃった。早めにやってもダメかな。10時って言ったけど。漏れちゃうかも。漏れちゃう。漏れちゃう。先に やりたいな。いや、トイレ行ったら間に合わない。あの、10時過ぎるかも。うん。これ買ったら遅か。機長買ったら、機長が遅か。2回と1回バトル、やだやだ。やりづらい、あれ。あれだよ、副鼻腔炎。じゃあ行くか。ちょっと早めにやってもらおう。腹痛いから。漏れちゃう。ちょっと早めに やっても漏れそう、うん、腹痛い。あの、ちょっと払えて、あ、抗生物質飲まないとね。市長さん、ええ、ちょっとあの自己都合なんだけど、お腹痛くて早めにやりたい。ちょっとうんち、うん、うんちしたいから。え、ちょっともう一回確認なんですけど、誠二さんが勝ったら誠二さんが大阪に帰る。そうってことは帰りたいってことですか。もう帰りたいというか、帰りたいというわけじゃん、きっかけ的な。そう、ちょっとネタ探しに。ああ、ネタ探しに。そう、俺が勝ったらね。僕が勝ったら、勝ったら、うん、どうしようか。ララちゃんいるからな。どうしようかな、勝ったら。市長さん勝ったら僕は2、3時やけましょうか。じゃあ続行だね、続行。
続行。うん。続行。うん。じゃあスタートしたらすぐ聖杯投げないとこれ。うん。スタートしたら。じゃあ皆さん、お願いします、バトル。聖杯投げてくれる人いるの？いや、自分で投げ、9個溜まったから。自分で投げ、じゃあ行こう。自家発電。すぐ行こう。もう払いたくて、もう。ちょっと待って。音楽そっちで行ける？音楽何がいいですか？何でもいいよ。なんか電波ある。よっしゃ、行った。聖杯行ってる。聖杯行ってる。皆さんお願いします。おこお願いします。しょこちゃん、風船から風船スタート。ひめちゃん、じゃあ行って。50個の20万です。そっちにスタート。どっちき。よし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 、行って1000個行ってる。1000個行ってる。よしよし、全力で行って。ちょっと聖杯出して。聖杯5個。ケーキも行って。エブちゃんナイス。5個。ケーキも。花ちゃん、いよいよ5個の5倍。風船からケーキも行って。よしよし、全力で行って。ヤニツキカルミさん1個アイス。5個。エコちゃん5個の5倍。ナオコさんナイス。オッケー、ケーキナイス。2個。行って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 。お前が全力で行って。ナオコさん全力全力。いろはちゃんナイス。5個の5倍。ケーキナイス。全力で行って。オッケー、ハートナイス。お前が強め、強めに。ハナちゃん5個。強いの行って。強いの。エムちゃん5個。2個ふみちゃんナイス。強いの行って。3個。ポイント全然増えないな。おい、いける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 。ここゆきちゃんナイス。エコちゃん全力で全力で。ひめちゃん、かなちゃん、ここ全然増えないの。なんだこれ。いける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 。ビーハラナスコイ。オッケーナイツ。ここかなちゃん、ここ、うん、よっちゃん、ここなおこさん、ここ全力でいって。はおちゃん、ここ全力でいって。ゆきちゃん、ここいっていっていって。全然増えなくね、これ。なにこれ。まだいける、まだいける。壊れてる。全力でいって。全力でないさつ、全力で。おっと、差つけないと最後来るよ、最後来る。いくぞ。6個ナイス、お兄ちゃん。5個、壊れてる、これ。あっちゃん。何これ。5個のお前、トコちゃんナイス。もっといけ、もっと欲しい。もしもし。残り1分で来るよ。弱すぎるやろ。がっつり来る。もしもし。4個の2枚ナイス、猫ちゃん。もしもーし。2個、ふみちゃんナイス。おー、花ダンス使って。よしよしよし。おーい、いけるいける。もっと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 。なっちゃん、おーい、いける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 。5個ナイス、かなちゃん。頼むで。5個の20倍、シナモンちゃん100個。弱すぎるやろこれ。あんみつさん5個。あ、ケロちゃん50個の2枚、土井さんナイス。おーい、よし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 、5個、リーザちゃん5個、10個、エムちゃん、ここの10枚、花ちゃん。これ何ポイント？ 321 ポイント。いける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 。5、5、5、5。もしもーし。花ちゃん5個。ヤニツキカルビさん、いいよ、3個、リーちゃん、5個、ユキちゃんナイス。フミちゃん3個ナイス。ここの20枚、ナオコさん。よし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 、いける、あと1個半。風船から、そう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 、風船から。もしもーし。レムちゃんナイス。ハナちゃんナイス。もしもーし。よっしゃ、チニーちゃん2個、ブミさん2個。ケーキナイス。5個来るぞ。5個の2倍、ランさん帰らないか。さい、来るよ5個ナイス。もしもーし。5個の2倍、猫ママ。おーい、あと1分来るよ。5個、もしもし、来るぞ。あと1分、行くぞ行くぞ、差し込み。5個、ナオコさん。さっきのためです、差し込み。差し込み行くぞ。10個の10枚、チョコチャナイス。お前が。来るよ来るよ、差し込み。行って。1分、10個の5枚チョコチャナイス。行って。いける。来るよ。5個ナイス、アンビクさん。頼むよ。カナちゃんナイス。もしもーし。いける。間に合わないぞ。いける。5個。エムちゃん。もしもーし。残り30で全力。5個の5倍。エコちゃん。大阪帰りたいんだよ。全力で行ってくれ。もしもーし。強いの。大阪帰りたいんだよ。花ちゃん。
もしもし。ミコ、ホタちゃん。ラーラじゃないっす。あと15秒。15秒。15秒。ラスト1回。ココ、リコさんナイス。ココロ20倍、ランさん。もしもし。ランさん、オッケー。ほら、奈々ちゃん帰れって言ってるよ、これ。帰れよ、お前。いい加減帰れよって。いつまでいいんだよって言ってるよ、奈々ちゃんが。じゃあ帰ります、あのお家に。ええ、すいません。トイレ、あうんち。トイレ、トイレ、あうんち。しょー、なんだよ、あんな弱いのこれ。うんこ下がっちゃったよ、盛り下がっちゃった、うんこが。引っ込んじゃった、うんこが。ずっと半分画面が。バグってない、大丈夫、治った、治った、半分ダメ、治ったでしょ、入り直して、入り直してごらん、嘘、入り直して、ダメ、治ったでしょ、治ったでしょ、治った治った、あー聖杯どうだ、機長さんどう、何ポイント上がった、相当上がったんじゃない？うん、バトル終わっちゃった。ダメ。負けた。あ、10時 !2! マリアちゃん行かないと。2忘れてる？2!2 終わったのも。え？聖杯終わったの？あ、終わったのも。マリアちゃん。あ、終わったんだ。じゃあ僕もちょっと終わるね。ちょ、うんこしてくるわ。払いたい。じゃあ、あの、機長さんとマリアちゃんね、あの、無理相手もお願いします。終わるわ。払いたい。ほなね、おつかばね、初見さんいたらフォロー通知お願いします。うわ、キュキュキいってる。つ。うんこして、うんこして、終わるね、つーありがとう。